犯罪や非行歴のある人たちの更生を地域でサポートする取り組みを広く知ってもらおうと、札幌で街頭啓発が行われました。社会を明るくする運動は、犯罪や非行歴のある人たちの立ち直りを社会全体でサポートしようという1951年から続く取り組みです。今日は札幌市厚別区の保護司会が中心となって、街頭でパンフレットを配るなどして市民に理解を呼びかけました。すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、地域の多くの方々がご理解とご協力をいただきながら組むことが大切です。札幌保護観察所によりますと、厚別区では昨日現在で保護観察中の人が22人いて、保護司らが校正を見守っています。